早期英語教育とは、英語学習を早期に行うこと。小学校段階での英語教育の導入は、日本では明治時代より導入論が存在した。教育者の伊藤長七は、1909年に発表した小学校における英語化の論文で、まず第一に、一般国民教育たる尋常小学校の教育になぜ外国語の教授などが必要であらうとい不反論が、 生じてくるだろう。それに対しては、一言に答うることができる。今後の我国民は、世界的に要請せねばならぬということ、即是である。英語なら、英語という一外国語の現象を読んで、その内容を取り得るまでの力を養うも、なかなか容易のこととは言えられぬのである。されど日常の簡単なる挨拶をなし、必要の場合に、 簡単なる用事を足すくらいの英語の運用に慣れしむることは国民の一般に学習せしめたいものであると思う。と述べ、今後の国際化を予見した導入論を主張している。1986年4月22日に臨時教育審議会が出した教育改革に関する第二次答申で英語教育の開始時期について検討を進めることが明記された。 1996年7月19日、中央教育審議会は、21世紀を展望した我が国の教育のあり方について、小学校段階での外国語教育について、教科として一律に実施する方法は取らないが、総合的な学習の時間や特別活動の時間などを利用して、英会話や外国の生活文化などに慣れ親しむことが必要で、あると答申した。 2002年6月に提出された経済財政運営と構造改革に関する基本方針2002に基づき2003年3月文部科学省は英語が使える日本人の育成のための行動計画を発表総合的な学習の時間などで行われている小学校の英会話活動を支援するため外国語指導助手英語に堪能な地域人材への特別 非常勤講師制度の適用することを目標とした。平成15年度から構造改革特区制度を用いた構造改革特別区域研究開発学校設置事業が始められた。2006年3月27日に中央教育審議会外国語専門部会が示した小学校における英語教育についてが出された際、小学校5年生からの英語教育が 必修化されるのではないかといったことが報道され、その是非について大きな論争となった。2008年3月黒人の小学校、学習指導要領で2011年4月より小学校後6年生を対象とした外国語活動の導入がなされ、移行措置期間である2009年4月以降、多くの小学校が前倒しで外国語活動の実施を始めた。 2008年12月、文部科学省は、小学校教員採用試験に、外国語活動に係る内容を盛り込むよう通知を出した。文部科学省は、2011年4月からの、小学校外国語活動本格実施を前に、共通教材として、小学校後、6年生に対して、英語ノートを配布、外国語活動の先行実施をしている。 小学校では同ノートの使用率は99.1%と定着していたが民主党政権時代に行政刷新会議による事業仕分けの結果英語ノートは2012年度より廃止され新たな外国語活動教材の開発・作成を行うと方針変換をした文部科学省は2013年12月13日グローバル化に対応した 英語教育改革実施計画を発表。その中に小学校英語の教科化,化実施計画として、小学校の中学年でコミュニケーション能力の素地を養うための活動型の授業を1週間に1コマから2コマ程度、高学年では教科型の授業を3コマ程度実施し、初歩的な英語の運用能力を養うとした。二千十四年二月四日、二千二十年の東京オリンピック、 東京パラリンピックを見据えた新たな英語教育計画の方向性についての具体化に向けた有識者会議の設置が決定された。早期英語教育の導入については、英語教育関係者、小学校教員、保護者、マスコミ等で賛否両論が言われている。中島ミネオ国際教養大学学長は、国際社会のコミュニケーションでは英語が使われることから英語で、 コミュニケーションができるように、上層教育や語学教育は、頭が柔軟なうちから始める必要があるとして、小学校低学年からの英語活動導入、高学年での教科化を提唱している。また、中島和子名古屋外国語大学教授は、カナダや欧米で行われているバイリンガル教育を参考に、早期英語教育の必要性を解くとともに、外国語だけでなく、母語も伸びる、 可能性が高いと指摘した。渡辺幹事文教学院大学教授は、アングロサクソン系の言語を話す人々は、コミュニケーションを重視する文化を持っており、ALT 等との英語活動は、小学生の自己決定、行動力を培う効果があること、日本語によるコミュニケーションは、自らの意思を表現する発想がどちらかといえば、規範であること、自己決定。 行動力が求められるコミュニケーション活動は、日本の国語教育に欠けており、超えられない壁だとしている。一方、言語獲得の臨界季節などに対して反対がある。大津幸雄慶大義塾大学教授は、英語環境での英語獲得と、日本語環境での英語学習は、英語との接触の仕方、接触する英語の質と、量、動機づけ、獲得、達成度に、 違いが見られ、両者を区別なく論じることは危険であるとしている。鳥海久美子立教大学教授は、臨海期とされる、年齢以降に英語を身につけた例を挙げて、英語早期教育よりも、母語の教育が重要で、中学高校での英語教育が重要だと説いた。馬場哲夫東京学芸大学准教授は、年齢とともに、言語習得機能が低下しても、分析力や、 論理的思考力が高まることで、第二言語も相当程度習得可能であること、第一言語で習得された語彙、文法などの知識が、第二言語で生かされる可能性があるとして、英語の学習開始が遅くても良いと考えることもできるとしている。なめかたあき東京大学名誉教授も小学校3年からの英語教育、中高での英語教育は英語を用いるべしという、 文科省の方針は火薬だという。すでに文法と薬毒だけの授業が行われておらず、実情を知らずに方言している人が多いという。帰国子女が皆ペラペラというのも嘘で、母語と隔たりのある外国語を身につけようとするのには大きな壁があるとも、いい。そもそも若者が英語を勉強しないのは、日本社会では大学教育まで必要がないからで、英語ができて、 仕事ができないのと、仕事ができて、英語ができないのとどっちがいいのかと問題提起している。外国語を通じて、コミュニケーション能力育成を図る目標について、小学校から開始することへの疑問や、なぜ英語なのかという疑問も出されている。宮崎修二大日、貿易投資交流促進協会理事長は、幼い頃から英語を学べば、 国際理解が深まるというのは飛躍した論理であり、国際理解のためには、まず身の回りの人々への他者理解から始まり、年齢と共に発達し、培われるものではないとして、国際理解やコミュニケーション能力関与に対して、英語学習を特別視することに疑問を呈した。また英語学習と国際理解の関連が不明確であり、なぜ英語でなければならないか議論がされないままでは、 英語優越主義がもたらされかねないとした。学校教育によって、日本人全員が実践的な英語運用能力を身につけることは、無理な目標設定であるという指摘がある。前述の渡辺幹事も、在会からの要望である英語を自由に使える人材は、全体の内わずかなものであり、義務教育ではそれ以外の大多数の人々をきちんと抑えて議論する必要があるとしている。 藤原正彦お茶の水女子大学名誉教授は、英語を流暢に使える層も5%程度は必要であるが、それ以外の大多数の日本人が、同様に英語を話せるようになる必要はないと批判し、小学校からの英語必修化を否定して、国語教育の重要性を説いている。小学校での英語教育は、教育体制、教員の英語力、限られた授業時数からでは、 効果が期待できず、国語習塾との共倒れの危険性を指摘する意見も、ある。早期英語教育のための研修は、指導主事や地域での研修指導担当者向けに、教職員支援機構で行われるものと、各地方自治体の教育センターが実施している。平成20年度には、 小学校英語活動中核教員への研修は45件で行われ、その平均日数は3.0日であった。また対象者数では5から10%未満である県が20件と最も多かった。また、校内研修を実施している学校は全体の半数以下となっている。ALT 等外国語指導助手が中心に指導している学校ほど研修を実施していない、割合が高く、 ALT 任せの状態となっていた。全国の大学の小学校教員養成課程で、外国語を指導する教員養成についての制度的な確立はできていない。小学校での英語教育により中学入学前に英語嫌いとなる懸念もあり、質の高い教員養成が重要であり、大学の教員養成課程における、小学校英語教育に関する授業科目の新設。 英語科教授法を教える大学教員の十分な確保、それを実施するための予算確保の必要性が言われている。英語の専任教員を配置していない、教育委員会も多く、ALT も全国で約4000人しかいない。文科省が2007年に行った調査では、高学年の英語教育で指導に当たっている教員のおよそ9割が学級担任だったという。また、 全国の小学校教諭で英語の教員免許を持っているのはわずか3%程度だった。当時の文科省幹部はほとんどの先生は英語の授業についての経験がないと指摘している。ALT の活用状況には自治体の財政状況による差が大きく見られ、読売新聞が平成21年度に政令指定都市と東京都へ実施した調査では一向 あたりの年間英語予算額が、港区では586万円であるのに対して、大阪市では12万円と、約50倍の差があった。また ALT の雇用の際に自治体が直接雇用する場合と民間業者に委託する場合があるが、直接雇用する場合に JET プログラムを利用する場合がある。以前は JET プログラムを利用した直接雇用が主であった。 JET プログラムでは、質的評価は安定しているものの、報酬が高いこと、交代要因の確保を自治体が行う必要が生じるため、民間業者と業務委託契約を結んだり、労働者派遣契約を結ぶことが増えてきた。業務委託契約の場合、学校側が人事管理をする必要がないメリットもあるが、教師が ALT へ直接指示することへの制約。 ALT の質的問題、雇用条件、処遇などの問題で ALT が次々と辞める事態も起きている。全国で約2万2千ある小学校に適当な資格を持った ALT を配置することはほとんど不可能だという意見もある。韓国では1981年から特別活動において国民学校4年以上で英語教育が導入され、 1995年に施行された第6次教育課程で裁量時間においても初等学校第5、第6学年にで実施されるようになった。1994年に韓国が世界貿易機関に参加したことをきっかけとした世界化政策により英語教育の必修化が検討され、1995年には世界化推進委員会から韓国大統領に 初等学校における英語教育に関する報告書が提出され、教育部が初等学校における英語教科新設のための教育課程改善計画を発表、1995年11月1997年から初等学校第3学年以上での英語教育必修化が告示された。修士関数は第3学年から第6学年まで。 いずれも2時間であったが、2000年から実施された第7次教育課程では、初等学校での科目数が増加したことから、第3、第4学年では、週1時間に減少したが、2008年12月の英語教育課程の改定で、第3、第4学年では、週2時間、第5、第6学年では、週3時間と増やすことが決定されている。 初等学校英語の教育目標では、音声言語教育を主として興味と関心を持続させることが重要としており、第3学年では、聞くこと、話すこと、これに第4学年で、読むこと、第5学年で、書くことが追加されている。初等学校での英語教育の担当は、2005年の統計によれば、学級担任が1000人で行っている場合が約4割、 全学年学級を1 0 0人教師が行っている場合が約3割となっている。11の国立教育大学とチェジュ大学校、教育大学で初等学校教員要請が行われているが、早い場合は1990年代後半から初等学校英語担当教師の要請が始まった。2008年12月の英語教育課程改定により、2010年3月からは、 英語会話専門講師が配置されることとなっている。2006年1月に韓国政府から出された第二次国家人的資源開発基本計画で初等学校第一学年から試験的に英語教育を行う実験校が設けられ、その後約30%の初等学校で第一、第二学年での英語教育が開始された。早期英語教育により家庭における 教育費負担の増大が問題となっており、指定への英語教育を目的とした家族での英語圏への移民や、母子だけの留学増加が社会問題となっている。中国では、文化大革命後の1978年、全日制10年制中、小学校英語教学大綱が出され、重点学校では、初級第3学年より英語教育を開始することとされたが、 大部分の学校では実施されず、中国語をマスターできない、年齢段階での英語導入への時期焦燥論、教員不足の問題があった。その一方、英語教育の社会的ニーズが強い上海市などの大都市経済発展地域である、関東省では、英語教育の実験が継続された。1993年思考教育課程基準では、 教育条件が整備された地方では高学年で実施可能とされ、具体的な時期は地方の判断で行うこととなった。北京市では第4学年から実施する条件が整ったところから実施され、2001年には市街地のほぼ100%で実施。上海市では1999年に第3学年から必修教科として実施している。またこれらの大都市では、 1> 第1学年から導入しているところも少なくない。2001年の中国の WTO 加盟へ、2001年に北京オリンピック開催が決定したことも背景として2001年改定の教育改定基準に初等英語教育が必修科目として加わった。2001年改定の教育改定基準では第3学年から週4時間実施することとなっており、 都市部を中心に2001年秋から実施され、農村部でも2002年秋から実施することとなった。第3学年からの実施は基本であり、先進地域で第1学年から実施することも可能となっており、遠隔地域の農村などで条件が整わない場合は、段階的に実施することが可能となっている。2005年時点で、北京市、上海市、 天津市では小学校第一学年からの英語教育が100%導入されており、全国の県の県庁所在地では第3学年以上からの英語教育が80%実施されている。その一方で、農村部の多くの小学校では条件が整わず、英語教育が実施されていない。農村部や少数民族地区の住民は一生英語を使わない場合もあり、 資源の浪費であるという意見も出ている。これに対して教育部は通信技術の進展、世界中とコミュニケーションを取るためには、英語は国民的資質として必要としている。小学校での教育目標は次の段階への基礎固めとしており、発音やイントネーションの基礎を作り、簡単なコミュニケーション能力の形成を行い、試験による評価は行わないものとなっている。 英語教育は基本的に教科担任が担当しており、日本や韓国のように母語話者を積極的に採用するような施策は行っていない。ありがとうございます。